神代の昔、まだ人や魔物は生まれておらず、大地はもっと広々としておった。神大樹がきれいな空気を生み出し、地上の至るところ命で満ち溢れておったそうな。神々は巨大なパゴダに生活し、それら天を圧するがごときパゴダの群れは大地を覆い尽くしていたという。じゃが神々の時代は突然の終焉を迎えた。戦争が起こったのじゃ。まず火の神アトムルの怒りが地上のあらゆるものを焼き尽くし、その3日間で神々の3分の1が焼け死んだ。次に水の神セアルの怒りが全ての大地を洗い流し、その3日間で残りの3分の1が溺れ死んだ。そして最後の3日間、風の神ウィトルと大地の神カイアルの怒りは世界そのものの姿を変えてしまったという。戦争が終わり、聖の神リエフルと死の神ティエルの心は深い悲しみに包まれた。神大樹のほとんどは焼かれ、または侵されて、もはや汚れた空気しか生まず、あれほど満ちていた命もすっかり耐えて大地に動く影はなかった。二人の神は来る日も来る日も泣いて過ごし、7日目、二人の神が流した涙の最後の粒から人と魔物と、そしてルインが生まれた。やがて涙も枯れてしまった二人の神は、それ以上泣くことにもあえてしまい、長い眠りについたという。